リッツ・ロンドン、リッツ・ロンドン、ザ・リッツ・ロンドンは、イギリス・ロンドンのピカデリー通りに立つホテルである。ロンドンのみならず、イギリスを代表する超高級ホテルの一つであり、ザ・ゴー・リングホテルと並び、イギリス王室によるロイヤル・ワラントを受けている、ホテルあることでも知られる。リッツ・ロンドンが受けているのは、プリンス・オブ・ウェールズのワラント。ザ・ゴー・リングは、エリザベス女王のワラント。ミシュランの評価も、 最高の赤パビリオン後、世界で最もドレスコードが厳しいホテルとしても有名。朝食人以外は男性客はジャケットとネクタイ着用が義務付けられている。開業以来100年以上の歴史を持ち、エドワード7世やエリザベス2世女王、チャールズ王大使やウィリアム王子などをはじめとする歴代のイギリス王室メンバーから、ウィンストン・チャーチルやシャルル・ド・ゴール。 マーガレット・サッチャーなどの政府首脳、バジル・ザハロフや、アリストテレス・オナシスとジャクリーン夫妻などの大富豪、チャールズ・チャップリンや、ソフィア・ローレン、ノエル・カワードや、ローリング・ストーンズの各メンバーなど、開業当初から現在に至るまで、王公貴族や、各界の著名人が利用することでも知れる。ホテル王と呼ばれた、スイス人のセザール・リッツの指揮の下、8年前に、 リッツによって建てられたパリのリッツホテルと同じくシャルルミューズとアーサー・デイビスの建築によ、ロンドン市内中心部のピカデリー沿い脇に建てられ、1906年5月24日に開業した。ところどころに金箔があしらわれたルイ16成長の内外装を持ち、ホテルとしては世界で初めて全客室に電話が装備されるほか、 エレベーターや冷暖房が完備されるなど、開業当時としては、最新の手法を用いて建設された。また開業後しばらくの間は、リッツのビジネスパートナーであった、フランス人シェフ、オーギュスト・エスコフィエが、レストランの指揮をとって、開業後より、イギリスの貴族や大富豪などの上流階級、及び、イギリスに訪れる、上流階級が好んで訪れるホテルとして、知られるようになった。 エドワード八世をはじめとする王族、貴族や上流階級人士がホテル内で頻繁にパーティーを開くほか、デビッド・ロイド・ジョージ首相と死の商人として知られた武器商人のバジル・ザハロフ頻繁に秘密会合を行っていたことが当時の新聞や雑誌で取り上げられた。第二次世界大戦中にはドイツやイタリアの占領下に置かれたヨーロッパ諸国から避難。 または亡命してきた各国の王族の避難先として頻繁に使用され、オランダのウィルヘルミナ女王やデンマークのクリスチャン十世国王などが滞在したほか、共産主義革命を受けて戦後も亡命生活を余儀なくされたアルバニアのゾグ一世が亡命時の住処としてしていた。第二次世界大戦後も戦前と変わらず、王族やアーガーハーン四世や ジャンポール・ゲティなどの上流階級、著名人に愛用さ続けているほか、ノッティングヒルの恋人などの映画の舞台として取り上げられている。なお開業後数度にわたりオーナーが変わり、その度に客室やレストランなどの設備の充実が図られた。第二次世界大戦後は、約30年間にわたりブレイスウェル、スミス一族によって所有され、 その後1970年代にトラファルガーハウスに売却され、1995年10月に現在の所有者である投資会社エレルマンインベストメンツが8年間と4、レイポンドをかけて改装を行い、設備の充実と近代化を行った。2002年11月にはチャールズ王太子の誕生パーティーがホテル内で開催され、 エリザベス2世以上とエディンバラ港が隣席した。同年には、チャールズ王大使より、ロイヤル・ワラント、雇用足し指名受けた。学校舎の内装や136部屋へと小規模ながら、充実した設備、さらに宿泊客数に対して、ポーターやコンシェルジュ、ドアマンをはじめとするスタッフの数が多いなど、そのサービスは、内外から高い評価を受けており、 英国政府観光庁の品質評価格付けで5つ、星の認定を受けている。また、国際的なホテル協会である、リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド、HW に加盟している。バンケットとケータリング、出前サービスにおいては、チャールズ王太子のロイヤル・アラントを受けており、レストランのジャムや客室に置かれる、ミネラルウォーターなどは、 ロイヤルはランとお貸ししているチャールズが1990年に創設したオーガニック食品ブランド、ダッチーオリジナルの製品が多く使用されている。ホテル内の雰囲気を保つため、ロンドン市内のホテルでは唯一ドレスコードがあり、宿泊客、非宿泊客を問わず、ホテル内にジーンズや短パン、スニーカーやサンダルで入場することはできない。また、 レストランやバーには午前11時以降、すなわち朝食時以外には、宿泊客、非宿泊客を問わず、男性にはジャケット、上着とネクタイ、革靴、スニーカーは除くの着用が求められており、これを着用していない客の入場は断られる。実際に、ジーンズを着用して、レストランに来ようとした、ミック・ジャガーが入店を断られたことでも、有名になった。 ファームコートはアフタヌーンティーを楽しめることで知られる。人気のため、非宿泊客の場合、週末は12週間以上前からの予約が推奨されている。ドレスコートあり、各種パーティーや会議など様々な用途に対応する6つのバンケットルームが用意されている。ロンドン中心部のピカデリー沿いで2面して立つ。また、ロンドン地下鉄のピカデリー線やジュビリー線 ビクトリア1000の参戦が塗り入れるグリーンパーク駅の入り口からは徒歩1分の距離、ボンドストリートやジャーミンストリート、オックスフォードストリートにも徒歩数分の位置にある。ホテルのカラーであるリッツブルーに塗られたロールスロイスファントムでのヒースロー国際空港もしくはガトウィック空港との間の優勝送迎サービスが用意されている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。